株式会社カインズは関東地方を中心に東日本や東海地方、近畿地方などでホームセンターカインズを展開する企業である。埼玉県本庄市に本部を置く。ショッピングセンターのベーシアや作業服チェーンのワークマンらと共にベーシアグループの中核的な企業である。2020年3月現在で28都道府県に228店舗を展開している。 ホームセンター業界でトップクラスの売上高を誇り2019年度の売上で前年度まで業界のトップであった TCM ホールディングスを僅差で抜き第1位となった。社名は英語のカインドから作った造語。店舗の業態はカインズでは小型店で売り場面積が約2000平方メートル級、標準店で約7000平方メートル級、 大型店では1万平方メートルを超える大きさで、カインズスーパーホームセンターと名付けられ、公式サイトの店舗案内でも通常のカインズとは区別されている。その他、ベーシアと共同で展開するスーパーセンター形態のカインズスーパーセンター、初期の既存店舗を改装して、コンビニエンスストアに近い品揃えを行っている店舗、カインズマート、 自転車専門店のカインズサイクルパークもそれぞれ展開している。一部店舗に併設されているカー用品店のカインズオートに関しては直営ではなく、同じベーシアグループのオートアールズによる新業態となっている。プライベートブランド商品に力を入れており、売上高構成比の約30%を PB 商品が占めている。また、小売業で唯一グッドデザイン賞の受賞する 自社 PB 商品が多いことにも特徴がある。近年では、ベーシアなどのグループ会社の店舗を並べたネイバーフィド、型ショッピングセンターのデベロッパー事業も、カインズモールや、組町モールという名称で展開している。また、カインズ初のウェブメディア、隣のカインズさんを開設した。自転車、ペット用餌、湯たんぽ、ライトなど、カインズブランドの製品、食品について、 複数の製品、食品に何らかの不具合が発生し、消費者庁にリコールが届けられている。なお、本情報は消費者庁と公式サイトでのみ消費者に呼びかけられていて、通販サイトや公式ツイッターで呼びかけられることはないので注意が必要である。閉鎖した店舗、ありがとうございます。